秋の風情を感じさせる限定フレーバーが登場。はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。浦田だよ、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのはサントリースピリッツより8月21日に全国で周期限定の発売したマイナス196度の秋リンゴチューハイ。はい、アルコール 4%、 こちらご紹介したいと思います。こちらね、 100ml 47キロカロリーとなっております。リンゴとなっております。こちらはですね、まあ、おなじみのね、マイナス196度製法ということで、まあ、詳しくは以前秋ぶどうを紹介してるんで、そちらを見ていただけたらと思います。こちらはね、秋リンゴ、こちらは青森県で収穫されたサンツガルを使用しました。リンゴの華やかな香りと程よい甘酸っぱさが楽しめる、すっきりとした味わいが特徴の商品となっております。うん、青森産サンツガルですね。はい、ではこちらを開けてみたいと思います。アルコール分は 4%。 いただきます。うん、甘い。うん、いいっすね、リンゴは甘いわ。うん、甘くてリンゴはこの酸味、甘くてこの酸味のバランス、いいっすね。秋が来たなと思うわ。うん、これとしては4は秋でもいいと思います。一応ね、説明はしましょうか。こちらはマイナス196度製法による丸ごと果実を、凍結した美味しさが特徴の柑橘杯。今回は秋の風情を感じられる商品として毎年ご好評いただいている、ブランドのね、新フレーバー、秋ぶどうもあるんですけど、今回は、まあ、ご好評いただいているこの秋リンゴをご紹介します、しています。うん、こちらはね、もうリンゴはもう間違いない。ぜひね、このアルコール度数 4% の秋リンゴ、ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。この動画が面白いなって方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。こちらね、関連動画の方もありますので、ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。ちなみにこれはお酒です。未成年は飲んではいけませんよ。ではじゃあね。